こんにちは、ラテと畑です。今回はシャンプー動画第2弾といっても、前回は準備編で今回は本番です。続きとなるので第1弾から見てねと言いたいところですが、編集初心者のため前回のものはほぼ無編集です。なので割とつまらないので見なくていいです。というか見ないでください。さて本編に行きましょう。シャンプー前の準備として爪切りをしています。爪の根元を切ってしまうと神経が切れてしまって血が出てしまうってことなので、とても気を使っています。最初の1本目がなのでなかなか切れなかったですね、怖くて。ちなみに今回使用している爪切りなんですけれども、こちらは猫一さんの爪切りです。詳しい爪切りの紹介などは今度やりますね。さて次はブラッシングです。ここではシャンプー前に毛玉や抜け毛、ゴミの除去を行っています。これを行うと仕上がりが良くなるとかならないとか、一応毎日ブラッシングを行っているので、ほぼ抜け毛や毛玉っていうのはありません。まあ毎日やっているにもかかわらず、全然慣れないで逃げようとします。やり方がまずいんですかね。誰か詳しい方コメントください。ちなみに動画で使っているブラシは、ペティオさんのスリッカーブラシと、豚毛のツヤ出しブラシです。ラテちゃんはスリッカー大嫌いです。やり方が悪いんでしょうか。この辺りから噛み出します。どうしても噛み癖が治らないんですよね。噛み癖を治す方法の動画をいろいろ見て試してるんですけど、どうしても噛んできます。まだ6ヶ月の赤ちゃんなので仕方ないんですかね。もう乳歯も抜けて大人の歯なのでマジで痛いです。まあ嫌なことをしている時は仕方ないとは思ってますが、この辺もアドバイスいただけると嬉しいです。これで下準備は完了です。まだ何も知らないラテちゃん、どうなることやら。まずはシャワーの温度を39度に設定しました。38度から39度ぐらいがいいとのこと。暑くてもぬるくてもダメ。この辺りは気を使います。今回使ったシャンプーはゾイック N キャットトリートメントインシャンプーロングです。トリートメントインであることと長毛腫瘍っていうこと、それとボトルの見た目が好みだったので、お迎え時にイオンペットさんで購入しました。後から値段見てびっくり。私の使ってるシャンプーの軽く3倍はします。ここでラテ登場のはずが、今背中にくっついていて離れないのと、爪切ったはずなのに爪が刺さって痛いです。すでにお気づきの方もいるかもしれませんが、切ってない爪があったんですね。ここです。人間の親指に当たる部分ですね。ここが鋭く伸びていました。背中がひっかき傷だらけです。痛い痛い。なんとかひっぺがしてオケにインしたのですが、暴れて全く入りません。お風呂という場所を慣らすための準備期間の前編は何だったのでしょうか。言わずもがなですが、水がやっぱ嫌いなんですね。まあそうも言ってられないので、シャンプー水をかけて全体を濡らしていきます。何度か桶にもチャレンジしました。予洗いが済んだのでシャワーで流します。表面だけでなく全体が水で濡れていれば、直接シャンプーをかけても OK です。高いシャンプーなのでちびちび使います。ちなみに私のシャンプーは男のシャンプーデオです。
リンスは使いません。はい、全然興味ないですね。シャンプーが終わったので洗い流します。人間同様よく流してあげないと皮膚の炎症などにつながってきます。少しシャワー慣れてきたかな。シャワーが終わったのでタオルドライしていきます。使うのは水泳やられている方の中ではおなじみのセームタオルです。これはキャットブリーダーの澤部さんが紹介していたので参考にさせてもらいました。拭いては絞って拭いては絞ってを繰り返せるので非常に便利でした。難点としてはこのサイズで1000円ぐらいするので少し高いところですかね。なるべくドライヤーの時間を減らしたいのでタオルドライをよーくやっていきます。タオルドライが終わったのでドライヤーです。布団乾燥機が熱くなりすぎないからいいと誰かが言っていたのでこの日のために購入しました。しかし結果として稼働することなく撃沈です。ホースが3コインズで購入したドライヤークリップにつかず固定できませんでした。最初から専用のペットドライヤーを買うべきでした。ということで気を取り直して通常のドライヤーです。これであればクリップに固定できました。ここにおとなしくいてくれればですが、初ドライヤービビりまくっていました。ちょっとかわいそうだけど風邪をひいたら困るので心を鬼にしてドライヤーしていきます。正直これが一番大変でした。やったことある方は当たり前だろと思うかもしれませんが、温度も下げているのでなかなか乾きません。あとおとなしくもしててくれません。脱衣所も締め切っているのでとてつもなく暑いです。撮影しているので服を着てますが次回は裸でやろうと思います。ラテも人間以上に暑いんじゃないかなととても心配でした。今回汗を大量にかいたのでこれをやった後体重測ったら1キロ以上痩せてました。レッツ猫シャンダイエット。伝え忘れましたがスリッカーブラシで毛をほぐしながらドライしてます。この時使っているのがラファンシリーズのブラッシュアップコンディショナーです。これはモコとアマンモフ猫の暮らしキャットライフさんの動画で紹介していたので購入してみました。これはドライヤーの時以外でもちょこちょこ使ってます。ただ水嫌いのラテちゃんはこのボトルを見ると逃げ出します。シャンプー後は水にある程度慣れたのか逃げなくなりました。これを使うとサラッサラになります。ぜひ試してみてください。もう少しで終わりです。足の下に挟んで乾かす技を身につけました。これやってると結構おとなしいです。潰れてないか心配ですけど、やっとふわふわに戻ってきました。匂いもいいし思わず顔をうずめたくなります。というかうずめてます。シャンプー終わり。飼い主もラテちゃんもよく頑張りました。ご褒美のチュールです。いやー長かった。動画には映ってませんが噛まれたり洗濯機の隙間に入ったり大変でした。もう少し慣れてくれるといいんですけどね。これって月1でしてると猫ちゃんは慣れてくるものなんですかね。コメントください。チュール食べ終わった後、あんなに嫌がっていた桶に入ってくつろいでました。はい、本日の動画は終わりです。今後も皆さんが楽しめるような動画を作れるよう努力しますので、
よければチャンネル登録して待ってていただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。